きた道を見れば掴めなかったものばかりだ。泣いていたのか笑っていたのかわからなくなってしまうな。肩書きばかりの世界で自分の声が消えないように今を生きる今を生きる。孤独なままで最後16歳という曲です。ありがとうございました。Not you
ありがとう、アドバイスでした。さあ、アドバイスに改めて拍手を。